こんにちは、SF です。まあ、最近動画をね、なかなかちょっと配信頻度が下がってしまって申し訳ありません。で、チャンネルをね、登録して視聴していただいている方はいつもありがとうございます。そんでね、ちょっとだいぶね、配信が遅いもんで、リアルタイムでね、世間話っていうか動画作れるのがね、ちょっと話が時系列が遅えよってことになるんですけども、愛知県県知事選挙ですね、投票結果とかね、その辺のどうのこうのっていうのは専門のね、選挙系の YouTuber の方の方がね、ね、いい情報を流すんで、ただの自分のね、考えっていうかさ、主観っていうか、残念だったなっていうか、俺変化が起きると思ったんだけどね、愛知県県知事っていうのはさ、愛知県ってものすごく製造業とかね、大企業とか、まあ人口もたくさんおって、まあ愛知って言っても県が大きいんで、僕のおるところはね、なんていうんかな寂れたとこにいますけど、端っこの方の、名古屋市も入れれば、なんていうんかな、全国トップレベルで注目を浴びるような地区の県のトップを選ぶっていう選挙かなって俺は思ってたんですけど、選挙の投票率は 36.43% ぐらいかな、正確な数字はちょっと違うかもしれないですけども、そんなもんですわ。まあ3割弱、まあそんなもんかな。もっとね、なんていうんかな、愛知県って、まあ今も再選で大村ね、知事が当選しましたけど、愛知トリエンナーレとかね、まあそれ辺だけじゃなくて、リコールをかかったとかニュースで上がるぐらい、なんていうんかな、反対側が伸びる、反対側の新しい人に変えようっていう流れっていうか動きが来ると、勝手に俺は思ってたけど、なんかね、投票の行った人のこう数やね、投票率と、まあちょっと選挙が終わった後にね、なんかネットの欄の口コミとかで見ると、やっぱり注目度がやっぱ低くて、んで既存のものにね、変えようとしんくて、で、まあ、コメント欄でもでしょうねっていう、そのまま行くでしょうねっていうね。みんなそうやって思っとったんだって、俺と違うなっていうか、俺変わると思ってたんだけど。まあ、ごちゃごちゃ言ってもしゃあないでね。専門的なことはね、僕も全然お話できないですけど、やっぱり、いろいろ、企業とか、まあ、俺みたいなね、外野の大衆が感じ取る、こう、社会と、実際のね、政治とか世の中を動かしてる人とあの感覚って多分違うんでしょうねっていう。で、愛知県だったらリニアとかね、まあその他ね、建設企業とかの道路の絡みとかね、大きいバイパス道路とかね、中間でつなぐね、主要道路がありますから、まあ世界有数のトップ企業もありあってね、その人のターンの考えとか力でこう決まっていくのかなっていうかね、なんかそういうところかなと思いますけども、あ、ちょっと待って、あ、いいわ。そんでね、まあ選挙結果はさ、どうでもいいんだけど、俺はね、非正規雇用で、他県へね、現住所から、まあ、前の動画でも割とね、話してますけど、仕事のあるところへね、仕事のある場所へ仕事をしに行ってるんで、職場はまた違うんですわ。住所を置いとる場所とはね。ちょっと待って。ちょっと人が来たんで。よいしょと。申し訳ない、申し訳ないと。
んで、愛知県のね、選挙があって、住所を持ってってね。んで、まあ、どこの企業でもさ、働いとると選挙に行きましたかっていう風でね、住所持ってきてねっていう、会社に持ってきてねっていう企業は、会社は多いと思うんですけども、まあ、自分の住んどる県の県知事選挙へ行って、住所をこの前ね、僕は職場に出したんですけども、いや、ここは〇〇県やもんで、とかって言われてね、なんかね、俺はその選挙行ったっていうのがね、ポイントとかね、評価につながるとか、そういうことは考えてないんでね。なんていうか、残念な気持ちになったっていうかね、自分の班長というかね、そういう、なんか、そんな何々県やもんで、で、住所に何々県って書いてあるもんでさ、ここは何々県やもんで、とかって言われて、なんていうかな、住所をね、いらんっていう風に言われたんだけども、他県のさ、選挙とか県知事とかね、政治でも全然影響しとるっていうかさ、自分の在籍所在地の職場が違えどね、県をまたいで、違えど、仕事を流してくれとるさ、元請けっていうかさ、企業の大きな県から仕事をもらっとってさ、自分がおる中小企業の小さいところは、そこのお隣の県がさ、どういう県でね、どういう世の中とか、どういう県の動きとか社会を作っていくかってさ、全然関係なくなくないってかっていうか、関係あるじゃんかっていうかさ、全然注目しとらんっていうかさ、うちは県が違う、会社の所在地の県が違うもんね、そんどおしまいって、お前その班長ね、鈍いっていうか感覚が緩いっていうかさ、自分、まあ俺は独身だけどさ、自分がね、子育てで子供が、お子さんがおったら、進学先はさ、県が違っとっても、スポーツの強い強豪校とかね、さらに学力を伸ばす教育レベルの高い学校へ行くとかね、そういう時に教育とかさ、または高速だって使うもんでさ、どういう風にね、県知事によってその県ってどういう風に変わっていくかさ、変わるじゃん、そういう感染症に対して力を入れていくとか、道路交通の建築の予算を増やしてきたいとか、もっと子供に教育にお金を使うとかね、うん、はたまたなんかね、いろんなね、環境のことにお金使うとかね、海の港湾工事にお金使うとか、まあいろんな、そんなね、いくらでもあるっていうかさ、たとえ県知事って言って国とは関係なくてもね、国と関係あるか、県だったら。なんかさ、それをさ、全然なんかさ、関係ないもんでっていう感覚が弱いなっていうかね、残念に思ったっていうかさ、その住所、投票行くやつがさ、そこの職場には俺みたいなやついっぱいおるわけよ。仕事を求めてね、非正規で他県からいろんなところから労働者が集まって働いとんだけど、まあ俺の特職場はもう、なんていうかな、国際化しとってベトナム人が多いけど、ベトナムだけじゃないけどね。いろんなところでさ、つながっとるんだよね。で、つながっとるっていうところに対してさ、関係ないってさ、思っとるのがなんかすげえ、うちっていうか俺が今在籍しとるね、職場はレベルが低いなーと思ってさ。で、自分の職場へ仕事をね、大元の 大企業っていうかさ、元請けさんがね、仕事流しとる企業の元請けさんは、の企業がどういう人ンターをね、応援しとるかって、それに乗っかって、ね、元請けが考える仕事を流してくれとるんやから、ね、それに乗っかって投票するとかね、いくらでもなんかさ、ビジネスであり、つながっとんのにさ、なんかね、一言選挙に行ってくださいねっていう、まあ、結論はそこなんですわ。
みんな一言選挙に行ってくださいねっていう職場で会ってほしいっていうかさ、誰に投票しろってのはね、その人の考えとかさあ、ある自由やもんで、そこは誰に投票してもいいんですけども、なんか今ねおる職場ってねなんかもう本当に田舎の中小企業っていうかさ、仕事はお上からもらってやっとってさ、それその受け持った仕事をこなしとるだけっていうかさ、なんかもっと自分なんでいろんなところにねアプローチをかけて、でこう直接的にはね利益につながってなくても、間接的に巡ってきてね、自分たちの会社に利益が大きくなるようなね取り組みとか社会貢献とかね、企業といえど社会とすごくつながっとるとかね、労働力の確保もしかりで、なんかすげえね、その住所を返された時にね、ここは何々県やもんでとかって言われてね、パッて返されたんだけど、そんなもん何々県やもんでって、住所に何々県県知事選挙住所って書いてあるよね、それ俺だって紙見りゃそら文字読めるって分かるよって感じなんだけどね、何を意図してね、俺がなんかそういう風な気持ちが組まれんなと思ってさ、まあそういう、まあ俺の個人の問題はね、ああそんだけでしたっていう話やけどさ、あの愛知県の大きな世の中の力のあるところでさえ、あの投票率が上がらんってのがすごくね危惧しとるっていうか、心配しとるっていうか、どんな政党が伸びてもいいと思うけど、せめて日本だったらみんなが投票に行ってさ、ここの国は民主主義国家なんやで、選挙行かずに一部の人の考えでね物事とか世の中動かしたら、それ日本って民主主義国家じゃないからね、政治がどんな風にね、動いとっても文句は言えれんっていうのはあると思いますけども、まあ政治に詳しい人んたやったらね、せめて民主主義国家って日本がそれ言うんだったら選挙行こうぜっていうさ、民主主義がない国だったら、じゃあもう中世ヨーロッパぐらいまでね、そういうレベルぐらいまで人なんか政治レベル下がっちゃうっていうかさ、なんかレッテル貼りをしてね、こいつは悪いやつやとかさ、こいつは魔女やとかって言って迫害を受けるとかさ、全然関係ないのにね、同じ国民でさ、仲良くやって協力していけばいいのにさ、なんかそういうのすらさ、権力の外端っこ追やられた人んたは不遇な思いをするっていう社会にならんようにね、まあ願っとるっていうかね、まあこんな動画でなんか世の中変えれると思ってませんけども、まあね、こっからねまたちょっとチャンスがあれば動画配信頑張りたいと思います。 SF でした。